明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今回は冬のオフィスなどの暖房による乾燥を防ぐ方法、私個人的に効果があった方法なんですけども、ご紹介したいと思います。乾燥を防ぐには睡眠、栄養、保湿が大切だと思ってまして、一つ目の睡眠なんですけども、こちらはなかなか寝つきが悪かったりとか熟睡できない方って結構いると思うんですけども、私もその一人で、今回はちょっといろいろ調べましてサプリメントを購入してきました。睡眠に効果があるサプリメントいろいろあると思うんですけど、まあメラトニンとかですね、その中でもこちらを、今回購入してみました。グリシンです。グリシンはタンパク質を構成するアミノ酸の中で最も単純な形を持つアミノ酢酸のことです。ホタテやエビ、カニ、牛肉、豚肉、鶏肉などまあアミノ酸なんで、肉類に多く含まれていますと。で、臨床試験などで睡眠深度、睡眠の深さですね、で中途覚醒回数の改善が見られた、また睡眠満足感、寝つきの状況、まあ、寝つきが良くなったということですね。で、日中の眠気などに改善が見られた。で、もっと有名どころですと、ほぼ日の睡眠論第6回グリシン、こちら、対談形式で書かれてるんですけれども、グリシンを飲んだ夜にはいびきをかかなかったという報告というかそのお話があったようで、私もここちょっと気になってまして、私の知り合いに試してみたところ全く効果がありませんでした。なので、ちょっと個人差があるのかなと思うんですけども、体に問題がない方には効くかもしれないということですね。で、私が試した結果なんですけど、こちら、グリシン1日というか1回につき 3g 摂取するんですけど、こちらのナウフーズのタイプですと1錠が 1g なので3錠飲むことになるんですけど、ちょっと粒がですね結構大きい粒になってて、これカプセルなんですけど、ちょっと飲むのが辛いところがあるんですけど、まず寝るときって一旦体温が上がってそれが下がることによって寝つきが良くなったりとかすると思うんですけど、まあそういう効果があるみたいで、このグリシンを取ると体温が上がるみたいなんですね。なのでですね、私も初めて飲んだ時は3錠飲んだんですけど、めちゃくちゃポカポカして、で逆に暑すぎて寝不足になってしまったっていうところで、ちょっとそれからは2錠に減らしてみたんですけど、そしたらですね、まあ量が減ったからか慣れたからかわからないんですけど、その最初のポカポカ感はまあなくて、けど、まあ、寝つきが、まあ、睡眠の深さが深くなったんじゃないかなと思ってます。で、中途覚醒はね残念ながらあるんですが、まあでも睡眠の深さが多分深くなってると思うので、次の日、なんか寝たっていう満足感は飲まないよりあるかなっていう感じがしてますんで、ちょっと継続して飲んでみようかなと思ってます。ただもちろんなんですけど、騒音に悩まされているような感じの睡眠不足にはもちろん効かないのでですね、きっと起きてしまうと思うんで、耳栓など必須なんですけど、アイハーブなんかで買わなくてもAmazonで安いものが売られてるみたいなんで、気になった方は試してみてはいかがでしょうか。で、次ですね、栄養なんですけど、
まずは何といってもマルチビタミンミネラルは取っといた方がいいですね。で、基本的にそのマルチビタミンミネラルは取るようにしてます。マルチビタミンミネラルって、海外製だと結構いいと言われてるものってなんて言うんですか、ウサギの餌みたいな牧草みたいな感じの匂いがして、私はすごく苦手で、ちょっとね飲んだら吐き気がしてしまうんでちょっと無理だったんですけど、いろいろ探してたら、カプセルタイプとか、あとこちらはソフトジェルなんですけどっていうのがあって、まあ匂い的にはねビタミン B が入ってるんでちょっと匂いはするんですけど、まあまだマシかなと。ただめちゃくちゃ大きいんですよね。でちょっと気づかなかったんですけど、本当はこれ1日3錠飲まないといけないんで、多分毎食後かなと思うんですけど、私は1錠しか飲んでないですね。はい。でこれとですね、まあ余裕があればというか、多分これなくてもいいと思うんですけど、ビタミン C ですね、あったらいいかなと思うんですけど、こちらバッファードビタミン C で、ちょっと酸度が抑えられてて胃が荒れにくいと言われるタイプですが、私個人的にはこれ勘違いして買ったんですけど、タイムリリース型の方がいいんじゃないかなと思ってます。でちょっと一押しなのがですね、これ初めて飲んでみたんですけど、MSM メチルスルホニルメタン、別名ジメチルスルホン DMSO2 と言われるものみたいなんですけども、自然界に広く存在する有機硫黄化合物、ちょっとよくわからないんですけど、牛乳、コーヒー、トマト、お茶、ビール、トウモロコシ、アルファルファなどに含まれているものらしいです。で、効能としては、関節痛や筋肉痛を和らげる、炎症を抑える、髪や爪に良いっていうことが書かれてるんですけど、これなんで見つけたのか、ちょっと覚えてないんですけど、たまたまなんかいろいろ調べてる時に見つけたんですけど、すごいこれをめちゃくちゃ推してるブログがありまして、そちらによると、すごくね、肌がスベスベになる。で、乾燥もマシになりますと。乾燥で調べてたのかもしれないですね。で、あとはまあ、髪の伸びるスピードが速くなったっていう、飲んでるのと飲んでないのって、本当にもう体感的に大違いっていうことが書かれてたんで、ちょっと気になって買ってみました。で、私、もともとね、肌はそんなに荒れないというか、アレルギーとかは出るんですけど、割となんか、キメは細かい方で、まあ普段から割とスベスベな方なんですけど、飲むともっとスベスベになる気がしました。まあそんなに飲んでないんでね、継続してないんで、はっきりとは分かってないんですけど、ちょっとおすすめしたいなと思ってます。で、こちらがですね、錠剤でして、こっちはね、本当に飲みにくくって、この、なんていうんですか、角があるタイプで、大きさもかなり大きめなんで、さっきのビタミン剤と比べてもあんまり変わらない大きさなんでね、なかなか飲みにくいんですよね。で、さっきのブログに書かれてたので知ったんですけど、本当はなんか粉末があるらしいんです。このメーカーじゃなかった。ナフーズですね。これ違いますよね。こちらのナフーズの方で粉末タイプがあるみたいで、それがすごいおすすめだと。で、ただ、そのまま飲むと苦いので、多めの 500ml ぐらいのお水で溶かすと苦味が気にならないということなので、試される方は錠剤じゃなくて粉末の方がいいんじゃないかなと思います。次、保湿なんですけど、まず今現在どうしても乾燥してるっていうことはやっぱりパックすると思うんですけど、パックは別にね何でもいいと思ってますが、私はこのルルルンの
ここに名前が書いて、フェイスマスクルルルンプレシャスホワイトかな、ダブル S2 としか書いてないんですけど、こちら、現在 Amazon で購入すると、税込み1728円くらいです。まあ何でもいいんでパックしますよね。で、乾燥肌で調べてて、オルビスユーを見つけて試してみたんですけど、最初のね、トライアルでやって試してみたら、やっぱ最初多分何でも化粧品変えたらいいなと思うと思うんです、それだと思うんですけど、いざね普通の大きさのサイズを使い始めたら物足りなくて、これはリピートはしないんですけど、ただこのねジェルの方、モイスチャライザー、こっちが結構良かったんで、こっちはもしかしたらお金に余裕があればリピートするかもしれないですね。クリームタイプ、乾燥肌の人ってクリームタイプが多いと思うんですけど、やっぱベタベタするからちょっと嫌だなと思ってて、こういうジェルタイプが私は気に入って使ってます。でお化粧なんですけど、昔ですねこの下地をどこかで調べて使ってたんですけど、これ結構しっとりしててよかったんですけど、なんと廃盤になってしまって、でいろいろ探してたんですけど、いいものが見つからずに、とりあえずですね、まあ、レビューが良かったからチフレのこの下地を買ってみたんですけど、すっごいこれ使ったことがある人は知ってるかもしれないですけど、ベタベタするんですよ。でもちょっと気に入らなくて捨てようかなと思ってたんですけど、手持ちのね CC クリーム、これ別に気に入って使ってるわけじゃないんですけど、あったから使ってるんですけど、これと同量ぐらいで混ぜて使うとすごく良かったので、そういう使い方をしてます。今回ねお話ししたいのこれなんですけど、まあ普通に気になる方は普通に家にある日焼け止め、これも特に気に入って使ってるわけじゃないんですけど、流行ったやつですかね、プチプラでは多分流行ってるやつだと思うんですけど、去年出たものですかね。で日焼け止めを塗った後にこちらのチフレの下地と、まあこれしっとりタイプだったら別に何でもいいと思うんですけど、美容液とかでもいいんじゃないでしょうかね。CC クリームまた BB クリームを混ぜて、で全体に塗りますよね。で塗った後にムラができるので、こういう、ビューティーブレンダーでなじませていきますと、こちら結構美容系の YouTuber さんの動画などを見てると、濡らして絞って使ってる人が多いと思うんですけど、乾燥肌の人は乾燥しますよね。まあ普通に考えてみたらわかると思うんですけど、肌に水をつけて保湿剤とか入ってないものをつけると、普通に乾燥して肌の水分を奪ってしまうんでダメですよね。っていうことで、乾燥したまま使うとしたら、乾燥したまま使うことをおすすめします。まあ私別に美容に詳しいわけじゃないんですけど。でまあお好みとあらば普通にコンシーラーをつけますと。でその後お粉なんですけど、もし不要であればつけない方がいいと思います。で、つけたい人は、このチャコットの、エンリッチングパウダーっていうものなんですけど、これはかなり乾燥しないと思いますね。私が使ってても乾燥しづらいかなと思ってます。これを私は、ちょっと今、こぼれてしまう。なんか傾けたみたいにこぼれてしまったんですけど、この蓋のところに出して、大きめのブラシでこう取ってトントントンってして、で顔全体にもうささっと本当に薄く塗りますよね。で、気になるTゾーンとか顔の周り
なんかにこういう小さい細い方の細いようなブラシで塗りますと。乾燥するんで、やっぱり乾燥しやすいほっぺたなんかにはもうできるだけ粉はつけない方がいいかなと思ってて、うっすらとももしかしたらつけない方がいいかもしれないです。で、そう、こういう使い方をしてると本当にね、今まで暖房の中にいると皮がむけてたんですよね。けど全然まあ、12月の体感なんであれなんですけど、12月でもすごい暖房がきつかったので効果があったんだと思うんですけど、全然皮むけもせずにしっとりした状態で入れたんで、ちょっと試し継続して使ってみようかなと思ってます。あとはもう一つ余談なんですけど、化粧落としなんですけど、まあ前に多分流行ったと思うんですけど、ココナッツオイルをね、私たまたまクレンジングを切らしてた時があって、料理に使ってたココナッツオイルを使ってみたところ結構良かったんで、乾燥肌の人はこういうのもいいかもしれないです。まあ、普通にちょっと適量手にのせて、まあ、手の熱で溶けるんで顔に行き渡らせて、で、本当はぬるま湯を含ませた、なんか多分タオルとかコットンとかで拭くといいって書いて、皆さん言ってるんですけど、私はちょっとめんどくさいんでティッシュオフして、で、なんで拭うかっていうと、排水口でに詰まったら嫌だからみたいなんですけど、で、それでそのまんま、拭った後にそのまま石鹸もつけずにっていう方も多いみたいなんですけど、私はちょっと気になるんで普通に洗顔を使って軽く落としてるんですけど、その後しっとりした感じに仕上がるんで、まあおすすめかなと思ってます。はい、そんな感じで、もしお手持ちのもので賄えるのであればちょっと試してみてください。結構いいんじゃないかなと思ってます。それでは見てくださってありがとうございました。僕は死にません。バイバーイ。